ジョエリー・ロドリゲス・サンチェスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2009年3月にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んで、プロ入り。2013年11月20日に、メジャー契約を結んで40人枠入りする。同年から2017年までは、毎年オフに、 母国ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加し、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナに所属する悲願テスデルシバをデプレイしていた。2014年は AQ アルトゥーナカーブにて主に先発投手として起用され、30試合に登板して6勝11敗、防御率5.37、73奪三振を記録した。2014年12月10日に、 アントニオ・バスタルドとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2015年は参加の AAQ ・レディング・ファイティン・フィルズとトリ AA プ AAQ ・リーハイバレー・アイアン・ピックスで計32試合に登板した。2016年は AAQ ・クリア・ウォーター・スレッシャーズ、AAQ ・レディング、トリ AA プ AAQ ・リーハイバレーでの登板を経て9月11日にメジャー初昇格を果たした。 同日のワシントンナショナルズ戦においてメジャー初登板を果たす。この年メジャーでは12試合に登板して防御率2.797奪三振を記録した。2017年は開幕ロースターに入り中継ぎで26試合に登板したが1勝2敗防御率6.33と不調だった。2017年7月13日に後日発表選手とのトレードで テキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は、参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスに所属したが、ここでも防御率6点台と不審だった。オフに FA となった。2017年11月28日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2018年は、参加の AAA 級ノーフォークタイズでプレーし、33試合に登板して5勝3敗。 防御率5.11、52奪三振を記録した。7月19日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを申し出る形で FA となった。2018年7月25日、中日ドラゴンズが獲得したことを発表した。背番号は57。7月28日に一軍登録され、翌29日の巨人戦で初登板し、 一イニングを三者凡退に抑えた。その後は、救援投手として登板し、9月15日の対、広島戦では7回裏に登板した際、広島の打者、田中広介に投じた5球目が、日本プロ野球の左腕では、当時の史上最速記録を更新する時速1 5 9トルを記録した。2019年は、チームの絶対的セットアッパーとして、中継陣を支えた。 防御率も1点台をマークし、自身初となる最優秀な担ぎ投手のタイトルを獲得した。しかし、オフに契約交渉でメジャーリーグへの移籍を希望していたことから契約交渉を打ち切り自由契約となった。2019年12月16日にレンジャーズと2年総額550万ドルで契約を結んだ。背番号は、 57でオプションとして2022年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際は50万ドル支払われる。2020年は中継ぎの一角として安定した成績を残していたが、9月5日のシアトルマリナーズ戦で左太もも裏を痛めて、故障者リスト入りし、そのままシーズン終了となった。2021年7月29日に、グレーオット、エゼケール・デュラン、 トレバー・ハウバー、ジョシュ・スミスとのトレードで、上位ギャロと金銭と共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。インステップ気味に右足を踏み出し、左スリークオーターから、最速時速159キロメートルの速球を投じる。ありがとうございます。